校の1、2年生がその時はね、建物の強制疎開の後片付けて行ってたんですね。そうすると遮るものが全然ないわけだから、ピカッていう光線も受けたし、ドカーンっていう爆風も受けてますからね、ほとんどの人が髪の毛チリチリになって、もうこの辺から血を流してね。とにかく洋服はみんなボロボロ、髪はぐしゃぐしゃだし、血だらけだし、ね、でこんなになってみんな走ります。で私の友達でね、後で行ってみたらね、もう血がバーッと出てるの。その真ん中にね、ポツンと座ってね、足首からね、白い骨が見えてるのがあったのね。ミキさんっていうお友達だけども。そういう大怪我をした人もいるしね。だから原爆の、ぶつかり方はみんな違うようにぶつかってきたし、怪我も違う形でいろいろ出てきたのね。私は力が抜けちゃってね、防空壕のそばにこうペタリと座り込んでしまったんで、そしたら担任の先生がね、耳のこっち側だったと思うけどもね、白いタオルが真っ赤っかにね染まるぐらい耳をなんかで怪我したんでしょうね。で先生の方よろよろと言ってみたら、「おお、松本いたか、じゃあ校舎の下敷きにね、友達がいっぱい入ってるから、そこの藤棚のね、丸太がいつもだったら白で縛られてたのがね、バラバラになって落っこってる、それをね一本持ってこい」っていうので、私が怪我してるなんても先生も分かんないわけよね、そういう時は。で私がよろよろよろめきながら、その丸太を引っ張って校舎のところに行ったの。そのぐしゃっとなった校舎のところに差し込んで、いわゆるテコの応用しようと思ってね、2人で一生懸命こう差し込んで、よいしょってやったって、2人とも怪我してるから力が出ないんですよ。そのうちにね、校舎の1階で潰されちゃった人はね、うちがここにおるの分からんのね、痛いよ、そんなもん入れたら痛いよ痛いよ、助けてやっていう声の方が大きくてね、変にあっとそこへ座り込んじゃったんですけどもね。で結局その人たちを先生が、自分じゃ助けられないから、若い人がこの、先生は助けを呼んでくるからなって言ったっきりだから、私も仕方なく一人じゃ何とも助けてあげられないでしょ。だからまた学校の隅の防空壕ね、学校の隅のこの防空壕、ここまでよろめいてきてね、ぺたりと座り込んじゃったの。そしたらね、下級生が1年生、女学校の1、2年生がその時はね、建物の強制疎開の後片付けて行ってたんですね。そうすると遮るものが全然ないわけだから、ピカッていう光線も受けたし、ドカーンっていう爆風も受けてますからね、ほとんどの人が髪の毛チリチリになって、もうこの辺から血を流してね、先生一体助けてって、大やけどした1、2年生が来るのと、先生はね、風に当たると痛いんだから、この防空壕の中にね、みんな入った入ったっつってね、大きな防空壕だったと見えてね。で私はここでね、ボカーッとしてその人たちのことを見てたのね。そしたらその人たち、どんどん入れられるのもいいんだけど、防空壕の中はそれなくたって暑いのに、校舎やなんかが燃え始めたから、もう地面も暑いしね、暑苦しくって、一人が出るっていうと、今度次の人も出なきゃなんない。痛いよって言いながら出てくるんだけどもね、なんで痛くなるのかっていうとね、やけどして皮がペロッとむけるでしょ。そうするとね、こう体液が出てくるのよ、ジミジャンジミジャンジミジャンってこう出てくるわけ。それ同士がくっついちゃうわけね、糊状みたいになってて、ね、くっついちゃってるから、先に行こうたってここがくっついてるから剥がすと痛いし、それでみんな次から次って、よく芋づる式っていうけども、そんな風になって出てきたりなんかしててね、その痛いよっていう声がね、私耳についててね、今でも忘れられませんね。で、どうしたかなと思うけども、後で聞きましたら、ほとんどの人が大やけどして、やけどは体の何分のいくらだか、やけどすると死んでしまうっていうけども、その通りなんですよね。全身大やけどですからね、ほとんどの方が亡くなったって後で聞きましたけどね。それでここに書いてあるようにね、オレンジ色に太陽が見えてね、本当に不気味でしたね。
そういう広島のね原爆資料館に行きますとね、そういったような同じようなことが書いてあるねお子様向きのね本売ってましたんでね、ああやっぱり私と同じように不気味なね太陽が出てたなっていうのが分かりましたけれどもね、とにかく何が起きたか全然分からないわけですよね。私たちはね、なんでこんな目に遭うのっていうのはね分かんないことをいっぱい経験いたしました。でまあ下級生はどうなったか、その後は亡くなったというお話を聞きました。それから友達もね探したんだけど分かんないんですよ。みんな顔の形違っちゃうの、やけどしたりするとね、もう原爆のあのぶつかり方がみんな違いますからね。それでまあ私はぼんやり座ってたら、英語の先生が、女の先生がね、松本さん随分ひどい格好してるねと、この辺くしゃくしゃでお血に流してね、この辺はベロベロやけどしたところが指の先にこうね、その向けたのがこの先に垂れ下がるわけですよね。でこんな格好してだ、かすりのもんぺらのね草履だのをね先生が拾ってきてくだして、松本さんうちが下なら遠いね、街の中は焼けてるんだから、これ着てズボン履いてね、そしてわら草履のこんな小さいのを持ってきてくだして、つま先でもってそれ履いてね、うちへ帰ったのはね、地図がちょっと見えなかったんでですけども、ここで下手となっちゃったんです。で川がね、ここに京橋があってあるんですが、ここがね三幸橋っていうんです。この橋ね、ここを私は渡らないでね、この手前川をずっとね広島のね駅の方に向かってこう歩き出したので、川でしょ、そしたらね向こうから兵隊さんがやってくるの。兵隊さんっていざっていう時に助けてよって言いたいような人たちでしょ、今で言うと自衛隊の人かな、助けてよって言いたいのにね、みんな同じ顔してね、顔のやけどしたのはつるっと向けて一皮向けるから、普通人間一皮向けると洗練された顔になるのに、そのお地蔵様みたいなので、迷彩色のカーキ色の洋服着てらっしゃるからね、それも焼けてボロボロになってね、頼りにしたい人がこんなになって歩ってくるのよ向こうからね。で私は下だからこの北の方へ向かって歩き始めて、向こうは軍隊がこの辺にあったんですよ。昔の軍隊はね、この辺一帯が軍隊だった、今の野球場のあるところやなんかね、そういうところから皆さんこう遭難して避難して出てきたんだけどもね、それから町の人たちもみんなここを下ってきたのね。白島はもう焼けちゃった、軍隊は午前中に壊滅だよとかってね、そういういろんな話を聞かされて、じゃあ私のお父さん軍隊にいたから終わり死んじゃったかななんて思いながらね、一人でとぼとぼと歩き始めて、そしたらお地蔵様みたいな兵隊さんに出会ったりしたけど、口も聞けないですよね、もうそういう人はね。そしたら息のいい兵隊さんが一人いてね、おいそこの女学生来いなんて言うからね、こんな格好して行ったらね、なんだお前やけどしてんのか、じゃあしょうがねえななんて言ってね、そこら辺にいる人たちが水飲みたいって言うから川の水汲んできて飲ませてやってくれっていう、汲むものもないですよね、ここで汲もうと思ったって、やけどして痛いんだからダメですって言ったら、ああそれじゃあ向こう行けって帰る。その時にこの川にねいっぱい人が浮かんでんの、材木みたいに、もうみんなこっちの方からやけどしたりね、体傷を負ってね苦しいもんだから、この川にこう飛び込んだんでしょうね。それで皆さん苦しそうにしていたんでしょうけども、私が通った時はもう夕方ですからね、亡くなってるんでしょうね、川でおーなってうつむきの人もいれば横向きの人もいればね、